久保さん。2年間とかにしておきましょうか。今さっきですね、あ、酒、お酒を飲むだけでっていう、お酒を飲むだけでにしましょうか。お酒を飲むだけで今さっきですね、ライブ終わりまして、まあ、それは何かっていうと、金麦研究所っていうね、あの、ライブ、まあ、メンバーシップ、僕、まあ、久保さんもメンバーシップやられてると思いますけども、まあ、僕もメンバーシップやってまして、 多分僕がメンバーシップやったか久保さんもやったような気がするんですけど、ちょっと忘れましたけど <laughs>。で、その、ライ、あの、コンテンツとしてはお酒を僕が飲んで、ああだこうだ、ぼや、あの、喋ってるっていうコンテンツなんですけど、今さっきね、終わりまして、まあ結構ね、いい、いいなんか、もうお話ができたんですけど、もう2年やってるんですよ。で、これもやってみないとわかんないですよね。だって、こ提供するコンテンツは、 ね、久保さんはなんか、なんとか生活倉庫なんかね、なんとか倉庫情報倉庫か。なんかこれ,これをやると儲かりますよ、みたいな話じゃないですか。お得ですよ、みたいなね。全くないですからね、僕。酒飲んで、なんか喋ってるだけですから。<laughs> それでもね、2年続いてるんですよ。これすごないですか, <laughs> だかしかも、ずっと2年間ね、継続してくれて、なおかつ2年やって、 で、来年どうしようかみたいな。ま,ま毎年な、去年も、あの、どうしようかなみたいな。で、まあ、リクエスト、まあのメンバーの方がね、まだやってくれっていうのがあって。で、今回も、まあ、1年の境目でね、来年の話をしたら、リクエストお願いしますみたいな。どうすかね、僕はあの、ジャニーズの芸能人でもなければ、<laughs> 別にテレビに出てる人でもないわけですよ。 でそんな人がね、酒飲んで、ただ喋ってるだけの、このコミュニティですよ。そこに、ね、無料だったらわかるけども、有料っすよ、サブスクで。毎月金払って、こう、参加していただける人がいるっていうのは、まあ、本当にね、やってみないとわかんないですね。うん。しかも続けてくれと。これありがたいですよね。そう。そうまあ、人数はもちろん少ないですよ。そんな多くないですけども。 まあでも逆を言うと人数が少ないから濃いね、ライブができますし。まあ、だから僕もう無料でライブやん、昔も無,その無料ライブもね、もう3000回くらいやってますし。まあ久保さんもね、まあ、ライブ放送も何千回もやっておると思いますし。だ久保さんがやってないことがあるとそんな100時間ライブはやってないですね、多分ね、久保さんね。僕 <laughs> 100時間ライブも過去にやったことあるし、20時間ライブもやったし。だからまあやってみないとわかんないですよ。うん。 でもみんなやらないからねや。やる前にあだこうだ言いますから。うん、で、結局、何すかうーん。死ぬ前にね、やっとけばよかったなってなるわけじゃないですか。なんかその看護師さんの,あの死に目見た時に、なんかよく言うセリフですよね。なんかやっとけばよかったっていうやっぱセリフがね、やっぱ多いらしいんですけど。 いろいろやればいいと思うんですよ。やれる時間も少ないよと言ってらっしゃい。